靴掛け城は、尾張国愛知軍靴掛、け、現在の愛知県豊明市靴掛け城にあった、日本の城。旧記には、靴つ県城とも書かれている。豊明市指定史跡。靴掛けの地は、北方の長くて、岩崎方面からの街道と鎌倉王冠とが交差する場所にあり、交通の要衝と言ってよく、そのうさえとして、古くから上官があったとしてもおかしくはない地形である。 く掛城の存在がおぼろげながら現れるのは、小中2年、清中の変を経た、後代醐天皇が、く掛の住人、近藤宗光を召し出したという記録である。また、大英年間には、城が築かれ、築城者は、藤原義行との説もある。近藤宗光と、藤原義行との関係は定かではないが、室町時代を通じ、近藤氏が、 靴掛け上司となっていたことは確かである。戦国時代に入り、九代目の近藤家春は松平広忠の家臣となっていた。天文十年頃より、終わり国中に、織田信秀の勢力が強くなり、しばしば三河へ出兵するようになると、近隣の土豪と共に、信秀に追従した。しかし、天文二十年の信秀死後は二転して、鳴海上司山口京継ぎ。 京吉不死と共に今川義元の参加に入った。永禄三年、駿河、遠江、三河の兵、約2万5000の大軍を率いた今川義元は5月18日、池小船を出発して、靴掛城に入った。この時の城主は近藤影春であった。ここで義元は軍標城を開き、 大高城への兵糧入れや各武将の部署の再確認を行ったものと思われる。翌19日朝、吉本は本体を従え靴つ掛け城を出発した。一説にはこの時、吉本は落馬し、側近が慌てて、腰に乗り換えさせたという。その後、吉本は大高道を通って、桶狭間に入り、運命の桶狭間の戦いに遭遇するのである。上主、近藤影春は、 靴掛け城に戻り、仮や城攻めを行ったりしたが、5月21日、小田勢により城攻めを受け落城、影春は内死にして、近藤氏による支配は終わった。代わって城主になったのは、桶狭間の戦いで、勲功一番と称され、靴掛け三千漢分を与えられた、柳田聖光であった。天正三年、柳田聖光は、加賀天神山城氏となって去り、その後は、小田神将。 川口宗勝が上司を務めた。慶長五年関ヶ原の戦いにおいて、川口宗勝は西軍に参陣、敗戦後捕らえられて、伊達政宗にお預けとなった。ここで、靴掛け城は修航され、廃城となった。東西288メートル、南北234メートルで、本丸、二の丸、諏訪グルワなどで構成され、総堀に囲まれる形式であった。当時としては、 比較的規模の大きな城と言える。天守などの櫓や石垣は当初より存在しない。靴掛城市公園は桜の名所としても知られる3月。豊明市により1981年から1986年にかけて発掘調査が行われた。その後、城石は靴掛城市公園として整備されている。現在は本丸、空堀、 スワグルワなどの遺構が残っており、良好な保存状態にある。なお、放射文庫所像の、靴掛け村子上越を参照すると、遺構は当時とほとんど変わっていない。ありがとうございます。